静か勝一は、日本の CM ディレクター、演出家。その傍ら、音楽プロデューサー、イベントオーガナイザーの葛飾・ホックニーとの DJ、トークユニット、アコハとかホリハのメンバーとしても活動、超絶記憶力を駆使した70年代、80年代、カルチャートークの名手としても知られる。1963年、茨城県土浦市に生まれる。宣伝会議要請講座を経て、 テレコムジャパンに入社、白報道への出向の後、独立する。当時の同僚に、片岡慶がいる。2000年、テクモのギャロップレーサーシリーズ第4作、ギャロップレーサー2000の CM に、千田光雄を起用、静香の考案した、キャッチコピー、千田が二人で、二千田。が、同年の千田の、二千田光雄への解明のもとになる。2006年、葛鹿ホックニーと出会い、 ピクチャーユアセルフサウンドスクールの第2回から、葛飾と二人で、アコハとかホリハを結成して、アナログレコードをかけながら歌謡曲や古い、テレビ番組を語る、独特のトークライブを始める。翌2007年の、ピクチャーユアセルフサウンドスクール6スーパースター、カーニバル俺たちがテレビだ。では、東京、池袋の池袋小劇場での1週間連日のバラエティライブショーを、 葛飾およ及び音楽プロデューサーの鈴木大輔と共にプロデュース、演出を務める。演劇界、お笑い界での人脈の広さと、そのクールなセンスが全面的に展開された。同年9月、東京、中目黒のウディーシアター中目黒で4話オムニバス演劇、俺たちがドラマだ、をプロデュースする。そのうちの1話、セクシーバスストップの演出をする。 生まれ育った土浦市を舞台に、テレビ番組、銀座ナウや雑誌、ポパイなど、1976年の文化をフィーチャーした、その内容に、全日大入り万員となった。演劇総合ワークショップ、ノーバイラボで、オーディション講座の特別講師を務める。2008年8月、DJ ビンズ、河合勝浦のバイノーラルユニット、耳親父の結成に参加。 ラジオ番組の制作を開始する。同月3日、プレイベント、夏だ。ラジオだ。バイノーラル祭り。僕たち、本当に FM ラジオ番組を作っちゃいました。お東京、お台場の東京カルチャーカルチャーで開催。その模様は、同月31日の深夜、TFM で放送された。ありがとうございます。